チャオ、本鍋チャンネルのコウタとソータとタイミーでーす。はい、というわけで、ドライブスポット、はい、佐賀県の、はい、参戦行きたいと思います。お願いします。まあ僕たち佐賀大学生3人なんですけど、まあ、今まで行ってきた佐賀県内のドライブでおすすめのスポット1人ずつ、まあ、合計3個紹介していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。レッツスタートじゃあソータのおすすめのドライブスポット、加瀬川ダムの近くにある夢助というホットドッグ屋さんですね。ダムの景色を見ながらホットドッグを外で食べれるっていう、前に公園もあって、雰囲気良くて、カレーもあるし、カレーも食べたことないけど美味しいらしくて、いいな。休憩もできるってことや、うん、そう、ドライブの途中で寄って食うのがいい感じかな。あー、いいねいいね、行ったことないな。土日とかはバイクから公園駐車場にバーって、もう本当に50台ぐらい、そんな、本当にこれ持ってなくてガチで、みんなツーリングで来て、そう、結構な珍百景じゃない？そう、いや、まずびっくりした本当。車 2,3 台の中にバイク50台本当に溢れ返っとっちゃう。それ危ない人たちではない。ではない。大丈夫。なんか後ろにどころとかあったから。だいぶ危ないよ。多分大丈夫と思う。そうなんだ。っていうスポット。おすすめ。おすすめです。ソータセレクション。コウタのおすすめスポットは大魚神社です。おうおです、はい、こちらはですね、なんと、海の中に神社が建ってます。神社じゃない鳥です。そう、危ね危ね、赤色合ってる、合ってる。そういわゆる海中鳥居で有名なとこ。ああ、そうです、ありがとうございます。もうあとは説明お願いします。あなたのターンです。はい、海中鳥居がこう立ってて、まあ、そこ通れるんですけど、結構なかなか見ない景色で、その海の中に鳥居があって、そこを歩くっていうのがすごく自分としては興奮しました。なんか道引きでね、行けたり行けなかったりするの、時間帯であるよね。ああ、行ける時と行けん時があるって、そっかそっか。あ、じゃあ俺が行った時は歩ける時か。そう、歩けん時はどんなのと。もう海。あ、もう入れん状態、入れん、ビチャビチャだっけ。僕が行った時はそう入れたんですけど、すごい綺麗でした。おすすめです。で、近くに、あの干潟があるんですけど、そう、泥遊びとかもできます。で、泥遊び手足ちゃんと洗える。いや肌にいいんで、僕は顔とかにつけてました、マジで、はい、やばいね。あ、ちゃんと洗い流せるんで、そうっす、まあ、肌荒れ治らないんですけど、近くに鹿島の道の駅があるんですけど、そこの近くに干潟があるんです。そこで泥遊びができます。佐賀を満喫できるね。はい、そうです、はい、おすすめです。はい、ぜひお越しください。3つ目は有田にあるポーセリンパークです。はい、いただきました。もうすごい有名ね、はい、ポーセリンパーク。何が有名かっていうと、あのあれですよね、お城みたいなところがあって、あれ何、ドイツかなんかが姉妹都市で、それのなんかあれらしいの、お城をなんかもう完全に再現されてる、お庭もとかまで。それがもうマジで、もう女子は絶対好き、マジめっちゃ映えスポットだから、マジ行ってみてほしいです。あとはその中に宗政酒造っていう酒蔵さんがあるんだけど、それの試飲ができたりとか、工場見学とかもできるからめっちゃおすすめ。そこ、お酒も飲める。そう、陶芸体験もできるしね。皿とかなんか作ったりできるらしい。私はやったことないけど。いろいろじゃあできるんやね。そう。やった。楽しい。粘土をこねて、お椀みたいなの作って。つけていくやつでしょ。そう。ろくろはあるよね。こんな回ったやつ。こうあるやつ、こうするやつ。そう。だからなんかね、窯もちゃんとあるんよ、その中に。ポーセリンパークの中に、焼き物焼く、残り窯っていうのがあったりとか、なんか詰め合わせみたいなところ、マジで。外国に来たかと思う。異世界だじゃん、結構。
と思ったらなんか蔵みたいなところもあるし、なんかもう何か分からない今どこみたいな話になる佐賀あれみたいな、佐賀にあるんよね、そんなところ。そうそうそう、めっちゃおすすめ。あそこら辺行けばもう何でもできる。オッケー、とりあえずオッケー、ドライブ完璧いいですね、女子におすすめです。いや、めっちゃおすすめ、はい、いいですね。はい、以上です。はい、はい、佐賀結構いろんなとこありましたね。うんうん、まだまだ言ってないのあるしね。まあまあさすがにね、まあまだまだまだ、まあ、とりあえず今回はね、僕たちのおすすめ参戦でした、うん、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたしますお願いいたします。お願いします。それでは皆さん、また来週。バイバーイ。バイバーイ。来週なの？来週